トンネル部分はどのように工事するのですか？淀川左岸線延伸部の構造は延長 8.7km のうちおよそ9割がトンネル、残りが高架部と土工部ですので、ほとんどがトンネル工事になります。トンネル区間では開削トンネルとシールドトンネルの2種類の工法を採用しています。浅い場所で採用される開削トンネルは、土が崩れないように壁を設け、そこを地上から掘った後トンネルを作り、その後土砂などで埋め戻す工法です。深い場所ではシールド工法で計画をしています。これは地上から掘るのではなく、シールドマシンと呼ばれるトンネル掘削機を使って掘りながらトンネルを作る工法です。シールド工法は地上から掘らないため、地表面への影響が少ないというメリットがあります。また地下水が多い箇所でも安全に工事を行えます。